寝る前これだけ寝てる間に爆痩せしますゆっくりダイエットしてますかフジタですそんな方法あるのありますそれでは一緒にやりながら解説をしていきますまずやっていくのは首の筋肉を緩めていく方法になりますでこの一つ目の方法っていうのは 首の周りのマッサージになってきます。なので、ちょうど頭の終わる部分と首がつながる部分に手を置いていただいて円を描くようにぐる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 マッサージをしていきます。一緒にやってみてください。 この部分ののマッサージをすするこことによっってて自律神経が整っていきますこの首の部分には自律神経の中でもリラックスする副交感神経の中枢というふうに言われていて副交感神経がまとまっていますなので寝る時に枕を敷きますよねこの枕っていうのは副交感神経を優位にするために必要になってくるんですねなので戦国時代の武将っていうのは高枕にしますよねそれは熟す できないようにあえてしているんですね敵にすぐ攻められても起きれるようにここを高枕にして寝ているそうなんです なので僕たちはこの首の部分が固まってしまって高枕の状態になったり低いような状態になってしまうと自律神経が乱れる原因になってきますなのでこの首の部分を軽く軽くでいいので横に横にマッサージをしてみてくださいちょうどこの耳の下の部分もマッサージをしていきます軽く軽くマッサージをしてみてくださいこれによって手が温かくなるっていうのを確認できると思いますその状態は自 神経でもリラックスする神経が活性化している状態ですはい OK ですでは続いては首周りの大きな筋肉をストレッチしていく方法ですここで狙っていくのは強さ乳突筋と言われる耳から鎖骨までつく大きな筋肉になってきますなのでここの筋肉を伸ばす方法っていうのは頭の横の部分に手を置いて鎖骨の部分に片手を置きますそのままぐーッと逆側に引っ張っていきます そうでですすそうですうまくこのまま引っ張ってみてくださいである程度引っ張れたなここの筋肉が伸びているなっていうのを感じたら深呼吸していきます鼻から息を吸って口から吐きますであまり伸びているなっていうのを感じれない方は横から少し後ろ向きにストレッチしてみてくださいそうするとここの筋肉が伸びているなっていうのを確認できると思います 片方が終わったら次逆側です同じように鎖骨の部分に手を当てて頭の横の部分に手を当ててぐーっと伸ばし少し後ろに引っ張りますでぐーっと引っ張れたなと思ったら鼻から息を吸って口から吐きますふーこれが大体2回ずついきましょうもう1回ぐーっと引っ張って鼻から息を吸うで、口から吐きます で終わったら逆側も行きましょうぐーっと伸ばして後ろに引っ張って引っ張れたなと思ったら鼻から息を吸うで口から吐きますで終わったら両方の強さ乳突菌をバランスよく伸ばしていきたいので鎖骨の部分に両手を当ててぐーっと上に伸ばしていきますそして伸びたなーと思ったら鼻から息を吸って口から吐きます OK です。これで首の筋肉、強さ乳突付もストレッチされました。で、ここまで来たら、首の筋肉っていうのが柔らかくなっているので、動きやすい状態を作っていきましょう。なので、少し頭を前にストーンと落としていただいて、横に軽く10回程度振ってみてください。本当に目前をしない程度にゆるくゆるく動かします。で、そのままストーンと落としたまま10回程度振れたら、前に前に。 で後ろに反っていくように首を振っていきます。 軽軽くくく振ってておいいいださいはい OK、ですこれで首周りの筋肉っていうのが緩んでいったのでじっかりとリラックスする神経が活性化することによって寝ている間に内臓脂肪を溜め込むのかそれとも燃焼するのかっていうのが決まってきますから寝る前にこの首のマッサージだけでも十分効果が得られますでは続いてここ周りの血流っていうのは最後に心臓に変えていきますよねなのでこの心臓周りを緩める方法をやっていきますまずはこの 腰骨っていうところを緩めていきたいので胸の前に両手を組んでいただいてこのまま深呼吸をしていく方法になりますそれでは一緒にやっていきましょう胸の前に手を置いていただいてこのまま深呼吸をしていきます目をつぶっていただいて鼻から息を吸って口から吐きます 1回終わったら軽く円を描くように何回か10回程度でいいのでマッサージをしておいてください。ぐる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 回します。ぐる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 回したらもう一度鼻から息を吸って口から吐きます。もう一回だけ言っておきましょう。ぐる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 胸の前を回しておいて鼻から息を吸います。 これをすることによって心臓が動きやすくなりますこの胸骨と心臓の間には人体帯があってこの人体帯が硬くなると心臓の動きが悪くなってしまって血圧が高くなるなんていうことが起こってくるので血圧が高い方はこれを中心にやってみてください続いては首とか頭の老廃物がしっかり心臓に帰る時っていうのはこの鎖骨の部分を伝わっていきますなのでこの鎖骨の部分を2本指で掴んでいただいてぐーっと流して していきます。両方マッサージをしていきます。そうです。このまま横にスライド、スライド、流していきます。で、片方終わったらもう片方もスライド。軽く軽く。ここのちょうど鎖骨の上の部分ですね。ここを2本で挟んでマッサージ、マッサージ。 これは強めでもいいんですが痛いまでしなくていいです痛気持ちいいなーぐらいでやってみてください逆側も同じようにしていきますこの鎖骨の部分を2本指で挟んでゴリ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 していきますこれも痛気持ちいいなーっていう範囲でやってみてください はいオッケーですこれで鎖骨の部分のリンパが流れたのでここが熱くなってきていると思いますではそのまま肩周りっていうものを回していきます軽く軽く肩甲骨を回しておきましょうこの時には手を肩の部分に置いていただいて前回り後ろ回り軽く軽く動かしておいてください痛くない範囲で動かしておきます この肩甲骨の周りには褐色脂肪細胞っていう脂肪を燃焼する脂肪もたくさんあるので寝ている間に代謝を上げるためにはこの肩甲骨もしっかり動いていくことが大切なのでぐる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 回しておきますはい OK ですではこの首から背中までつく大きな僧帽筋っていう筋肉があるんですがこの上の部分を中心に緩めていきますこの方法はぐーっと肩を上に上げて5秒間ぐらいキープしていきます 1>, 1、2、3、4、5で、ストーンと落とします。でぐーっと上げて、1、2、3、4、5、ストーン。もう1回、ぐーっと上げて、1、2、3、4、5、はい、ストーンと落とします。で、そのまま手をこのように広げていただいて外に、外に広げていきます。 ぐー,っとぐーっと伸ばしていきましょうこれね肩周りのインナーマッスルっていうのが動きやすくなりますから五十肩だったり肩こりで悩んでいるっていう方はこのように開けていただくと肩甲骨周りも動きますし肩をひっつけるようなインナーマッスルっていうのもしっかり動いていきますからこの心臓周りを緩めることによって老廃物が流れやすくなったりとかお腹がへこんできたりとか背中痩せすることができるようになりますははいでで、OK、ですではここまでで 老廃物が返っっっててくる心臓周りりもしっかり温ままきたと思いますでは最後に頭周りの老廃物っていうのをしっかり流していきましょうまずはじめにしていくのは側頭筋のマッサージになってきますこの側頭筋っていうのは扇状に上についている筋肉になりますなので両方の手を3本指ぐらいでいいので軽く顎の部分につけていただいてぐる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 円を描くようにマッサージをしていきます そうですぐる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 これも痛気持ちいいなぐらいでいいですそれが終わったら少し上側に上げてぐる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 していきますここの側頭筋が硬くなってしまうと視力低下してしまう原因になってきますなのでここの筋肉のせいで老眼の原因になったりしますからここをぐるぐる回しておくことによってデスクワークが多いよとか日頃スマホを見ることが多いっていう方はここの筋肉を緩めてみてください そのまま上に上に上げていきます。ここら辺結構硬いですよね。痛気持ちいいと思います。ぐる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 回していきます。そのまま上にぐる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 。で、一回終わったらそのまま下に下げていきます。ぐる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 しながら下に下げて、もう一度上に上げていきます。ぐる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 上げていきます。下げたり、上げたり。ぐる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 していきましょう。 はいオッケーですこれで側頭筋が緩んだと思いますでこの側頭筋の筋肉は耳の部分にもつながってきますから耳を外外外側ににに引引っ張っっっ張張てててみてください外に外に引っ張っていきますでこの耳の周りには食欲を抑えるツボだったり代謝を上げるツボがいっぱいあるなんていうふうに言われているんですが医学的に考えてみてもここの周りの筋肉が硬くなってしまうとリンパの流れが悪くなったりとか三半規管っていうものがあるのでこの三半規管が硬くなってしまうと。 硬くなってしまうと代謝が上がりにくくなりますから少し外に引っ張ってぐる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 回してみたりとか横に引っ張ってみてください でここの耳の部分ちょっと気持ちいいなっていう風に感じると思いますこれは僕たち今マスクしていること多いですよねなのでマスクでぐーっと引っ張られたりとか僕もメガネをかけることがあるんですがメガネをかけている人はその重さによってですねここ周りの筋肉が硬くなってそれでも代謝が下がっていたり老廃物が溜まってしまうなんていうことがあるのでゆっくりゆっくり伸ばしておいてくださいそうですそうですぐぐぐぐる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 回してみたりとか 横に引っ張ってみたりとかぐる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 回してみたりとかいろんな方向に動かしておくことによってここ周りの痛みっていうのが少し変わってきていると思いますまたこの耳周りの血流っていうのが良くなると毛細血管にもしっかり血流が流れていきますから老廃物が流れやすくなったり全身の代謝っていうのも上がっていきますはい、OK、ですでは最後にですねこの耳を半分に折っていきます半分に折って折ってしていきます ここれでででで顔全体のののリンパをしっっかり心臓の方に返すすす。とがききるんですね。なので折っていきますただこの折っていくことによってちょっとしんどいよとか痛いよっていう方はですね耳たぶをコリ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 回すだけでも十分ですこの耳たぶをクリ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 していきますこのもみ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 するだけでも十分です逆側ももみ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 するだけでも十分ですで,できる方はこのように半分に折っていく折って折って いろんな方向をこう折っていくことによってですね、この耳周りの血流がより回ってきますから、余裕がある方はこれでまもう一回ぐる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 回してみてもらうと、この耳周りの痛みっていうのも感じることが少なくなっていると思います。またもう一度側頭筋のマッサージに戻ってもらうと、この押した時の痛みっていうのも減っているのではないでしょうか。 はい、OK です。どうだったでしょうか頭周りがスッキリしたりとか、手足が暖かくなってきたのではないでしょうかこれで睡眠の質が上がって寝ている間に爆痩せしやすくなりますから、ぜひ試してみてください。また僕のチャンネルでは新しいダイエットのアイディアっていうのを毎日夜の9時に更新してます。気になるなっていう方は概要欄に他の動画だったり、僕のダイエットの全てをまとめて書籍ご用意しております。チェックしてみてください。それではまた。バイバーイ。